ミスラタは、リビアの都市。リビア北部、トリポリタニア東部に位置し、首都トリポリからは 211km 東に、ベンガジから 825km 西に位置している。ミスラタ県の県都である。シドラ湾の入り口に位置し、カスル・アハメド港という大港湾を持つ。トリポリとベンガジを結ぶ幹線上にある。2012年の人口は約50万人で、トリポリとベンガジに次ぐリビア第3の都市である。ミスラタは、紀元前1000年頃に、フェニキア人によって建設され、カルタゴ、ローマ帝国、7世紀には、イスラム教徒によって征服された。ミスラタの主要産業は工業であり、繊維や乳製品などの軽工業、製鉄などの重工業ともに盛んである。1985年、神戸製鋼などの協力によって、ミスラタ製鉄所が建設された。市内には15学部を持つミスラタ大学がある。2011年に起こった内戦では、開始当初から反体制派側の手中にあったものの、カダフィ派との間でこの地をめぐって熾烈な戦闘が行われ、多数の死傷者が出ている。2012年2月20日、同国初の自由選挙である市議会選が行われた。ケッペンの気候区分では、ステップ気候に区分される。地中海に面しており気候は温和で、沿岸の他都市と同様に冬に雨が多くなり、夏は乾燥して暑くなる。サハラ砂漠からのハエが吹くと気温が急上昇して、異常な高温となる。リビアのミスラタで、市議会選、政権崩壊後初の自由選挙。http://jp.loiter.com アーティクル、トップニューズ、エジテ 81K4K92122212012 年2月21日閲覧。クライマトフルフォンミスラタ、リビアン。ベースラインクライメートミーンズフロムステーションズオール、オーバーザワールド、ドイチャベターディエンヌッシュド、2016年3月28日、閲覧。アペンディックス I、メテオロジカルデータ。スプリンガー、2016年3月28日、閲覧。ありがとうございます。